トリーディング始まるよ。上田さん、おかえりなさい。では鳴らしていきます。浄化です。ウェルカムバック、よろしくお願いします。そして明けましておめでとうございます。上田さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。では今日は魚座さんの2024年の1月の運勢を行っていきます。見ていきます。ではこちらから、最初に龍神様からのメッセージ。今年龍神様になりますので、龍神様と龍神様からのメッセージと、いつものようにタロットを引いてオラクルカードからメッセージをもらっていきます。よろしくお願いします。最後までご覧ください。そして日常の参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、では私早速、話が長いからすぐ行きます。で、今日撮影しているのは辰の日で、1月5日の辰の日に撮影しております。はい、縁起のね、いい日に龍神様とつながってやっています。はい、そしていつも応援してくださっている方、高評価と登録して応援してくださっている方、個人鑑定にも遊びに来てくださった方、本当にありがとうございます。とっても感謝しております。感謝感謝です。もう皆さんのおかげでここまで続けてきております。そして個人鑑定にも遊びに来てくださった方、本当にお会いできて本当に良かったです。参考に、あくまでもこの未来を予測するっていうよりは、私の占いはその迷った時の判断材料にしていただければと思います。タロットカードとかオラクルカードっていうのは、自分の心と向き合う、自分の心を知るっていうことなので、はい、すごく参考になったって言っていただけております。皆さん元気になったとか言っていただいておりますので、気になる方はぜひ2024年の1月末までタイムチケットの方でキャンペーンを実施しておりますので、ぜひ気になる方はこの機会にぜひお会いしに遊びに来てください。よろしくお願いします。では龍神様から先にメッセージをもらっていきます。魚座さんの1月のメッセージです。参考にしてみてください。たくさんのね、YouTuber さんがいらっしゃると思うので、それをも見ながら、いいところだけ、自分の心に響くメッセージを受け取っていただければと思います。あ、これがビロンってなったんで、こちらです。お、え、これ初めましてだ。すごい、苦手意識をなくす法隆様、綺麗なカードが出ました。やったね。なんかテンション上がりますね。綺麗言えてない、綺麗な35番。ねえ、魚座さん、ちょっと楽しみですね。なんか可愛いよ、ピンクだしさ。苦手意識をなくす、はい、こちら法隆さん、苦手意識をなくす、魂の成長を表す法隆、魂が成長するため、ごめん、魂が成長するに従って願いは叶い出しますが、そのために必要な新たな力を貸してくれるカードです。またいつまでも古い情報にこだわらず、新しい情報に更新することで、これまで進まなかった物事が展開していくこともあると教えてくれています。うん、ここからは龍神様からのメッセージで、通らなければならない道なのに気が進まないからといって避けていませんか？避けてる？厚みのある成長のためには、大変だと感じることもこなす必要があります。2つの足を踏む仕事、話でも嫌だと決めつけず、受けることも検討してみましょう。迂回しているように見えて、実はゴールへの近道だったと分かるでしょう、ということです。で、ボディケアは呼吸していることに意識を向ける、リラックスする歯のお手入れ、フードは硬いおせんべいなど、しっかりこう噛むことができる食べ物で、プレイスは神社、アイテムは球体のもの、パール、水晶、ビー玉など
ということです。はい、すごいですね。なんかやっぱりね、苦手意識をなくす、これがすごく魚座さんの課題ですね。今月の1月の課題は、じゃあちょっとタロットカードでさらに深読みしていきましょう。1月1日のから1月1日に龍神様からのメッセージももらっている動画があるので、そちらも合わせて参考にしてみてください。こちらは総合意識で見ていますので、気になる方は個人鑑定にも遊びに来てください。もっとね、より詳しく見ていくことができます。はい、ちょっとこれね、これねちょっとね切りにくいんですよ。ちょっとね私今日このあと冥界に行きます仕事が終わって帰ってきて、ちょっとねバスがスムーズにあんまりだったのでちょっと遅れました。はい、では1枚目、あ、ごめんなさい、正位置で出していきます。はい、1枚目、お、すごい、キャリオット。え、なんかさ、お、2枚目、これ、はい、2枚目、でもう1枚、 Three of Coins。 なんか結構やっぱここでもさっき言われてたように勢いよく、まあなんかこう変わっていきそうな感じですね。うん、お、デベル。あー、なんかさ本当にさ面白いよね、カードって。ここでもさ、執着とか手放してって言われてる。はーい、はい、このカードが出ましたはい、では、そう、これね、さっきもあれだよね、このカードで願いは叶い出すって言ってたけど、やっぱり勢いよく願い事も叶っていくし、スムーズにいきます。うん、1月結構流れが早く魚座さんにやってきますね。うん、願いも本当に叶うっていうし、目標をしっかり1月1日とか、まあ、12月、去年の12月末とかに、まあ、2024年の目標を立てた人とかもいるかもしれないんですけど、なんかそれに向かって動き出すのにすごく最適だって言われていますね、うん、もしかしたらこの1月1日すごい転写日とか、転写日、木の絵の日とか一粒万倍日が重なってすごくね、いい縁起のいい日にスタートした人もいるかもしれない。それで合ってるよって。もしスタートして、ね、まだねスタートしてないっていう方は、まあ、まだ大丈夫、これからスタートしてください。自分が目標を定めたところにしっかりとたどり着くことができるので、今この瞬間に一歩踏み出すことが大事だよっていうふうに言われています。そう、このね、さっきもこの龍神様が言ってたように、願いは叶うんですよ。結構早くチャンスがやってきたりとかするので、それをしっかり掴むことがここでも大事っていうふうに言われています。で、ここのカードからも言っているように、この人さめちゃくちゃ楽しそうでしょ。なのでその物事に対してすごく楽しくやっていく、この、まあ、スリーオブコインって協力者ができたりとか新しいプロジェクトを始めていくっていう意味もあるんですけど、なんかあなたが楽しそうにしてるから、この人さめちゃくちゃ楽しそうでしょ。なんか楽しく魚座さんがしているからこそ、なんか協力したいんですとか、あ、なんかそれ私にも混ぜてみたいな感じで言ってくる人がいる。うん、ここのこの1月全体で見ると、うん、それは結構ね、なんか動き出さないと始まらないっていう感じなので、それが長く続いていく、うん、これからそのゴールに向かって、このゴールに向かって魚座さんが定めたゴールに向かって一歩ずつやっていく中で、楽しんでやっていくとどん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 協力者が増えてくるよっていう風にこのカードからメッセージを受け取れます。そしてね、これはすごく気になると思うんですけど、さっきねここでも言われてたように、ちょっと古い情報だったりとか、なんだ、自分が執着しているものに対してはちょっと手放しが必要だよっていう風に言われています。あとはね、なんか誘惑だったりとか、なんかそのやっぱいろんな人がね寄ってくるんですよ、魚座さんに。やっぱりこう注目とかも浴びてくるから、なんかそこで
ちょっとね、なんか言い方悪いかもしれないけど、ちょっとなんていうんだろう、なんか勧誘みたいな、ちょっと高額な勧誘にとか、そういう感じ、勧誘をさせられそうになったりとか、なんかすごくちょっと魚座さんを利用しようとしている人が来たりとか、なんかそういうのがちょっとね、伺われるんですよ。あとは嫉妬されたりとかする可能性があるので、うん、まあ、なんかそれをうまくすり抜ける必要があるっていうふうにこのカードから言われていますね。うん、このさ、蛇さん誘惑をうまくこうね、すりこうかわすと、あの被害が少なくて済むよっていうふうに言われています。ちょっとアドバイスもらいます。そう、あのね、相手にしないこと、こうやっぱりそういう人にちょっとでもなんか相手にしてしまうと、あのあちらのペースにね、行ってしまうから。そう、魚座さんさ、めちゃくちゃ優しいじゃん。もうね、自分のことを犠牲にしてでも人にね、尽くしたりとかしちゃうぐらい優しいから、それぐらい優しい魚座さんだからこそ、なんか気をつけてほしい、そういうなんか甘い罠、なんかこう、これやったらすごく儲かるよとか、これをやったらすぐに儲かるよみたいな、なんかそういう話とか、なんかうまい話にはちょっと気をつけてください。なんかあとすごい助けて、私困ってるから助けてみたいな感じで言ってくる人も、なんかよく見極めることがちょっと必要だよっていうふうに言われていますね。そこがちょっと気をつけるポイント。あとはもう本当に魚座さんが魚座さんらしく楽しくやっている、いると、もうそれだけでね、なんかもう魚座さん愛される人なので、あのすごいね、寄ってきますよ。あの協力させてとか、楽しそうだ、やっぱね、人が集まるところって楽しそうにやってたりとかするからこそ集まってくるから、なんかそれをね、ちょっと1月意識してみると、あのすごく夢も叶いやすくなっていくっていう風に言われています。はい。お、38。そうだね、やっぱりさ、魚座さんさ、優しいよね。コアラカードさ、助けてるでしょ、優しい、うん、だからやっぱり気をつけてって言ってますね。うん、はい。これちょっと3枚出したいから出して。お、意外とさ、はじめましてのカードですね。うーん、すごい。はい、この3枚が出ました。うん、そう、やっぱりね、優しいからね。あと心のケアだったりとか、自分自身でちょっとしていくといいと思います。ヘルスケアですね。うん、ちょっと忙しくなりそうなので、このね、やっぱりキャリオットが言っているので、忙しくなりそうなので、いろんな人とかも来たりとか、結構コミュニティに参加したりとかすると思うので、しっかりと休むときはしっかり休んで、自分をいたわってあげるのも忘れないでねみたいな。どうしてもこう、魚座さんって優しいから人にこう尽くしてしまう傾向があるので、なんかそこをしっかりと自分自身を癒してあげることが大事だよっていうふうに言われています。そしてこのバランスチェンジアクトっていうふうに書いて、これ11ですよ、11。もう夢が叶っていく、ここでもさ言われてたように、夢がどんどん叶っていきます。なので、そう、苦手だからいいやっていうと、やっぱりなんかチャンスを逃しちゃうから、ここでもね、マジックプレイヤーって書いてあるから、あなたってすごく本当に魔法が使えるんですよ。ごめん、逆だった。魔法が使えるから、どん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 叶っていくんですよ。なので今年この1月は特に、自分がちょっと苦手だなっていうことに対して一歩踏み出してみると、あの新たなね、展開がやってくるっていう風に言われています。あなたがまだね、見たこともないような奇跡が起こるよって言われています。だってさ、もうこれさ、魔法を使ってるとしか言えないじゃん。なんかこんなさ、丸いさ、水晶みたいな船乗っかってるんだよ。それをさ、うまく操ってるのよ。それって噂さんにしかできないことなんだよ。実は苦手だっていうことは、実はね、魚座さんにしかできないことだったりするんですよ。で、新たな自分を発見するっていうふうに言われているので、そこからまたね、新しい出会いだったりとか、新しい仕事が舞い込んできたりとか、新しい興味を持つことによって、また新しい人と出会って、そこからまたね、新しい何かが生まれてくるっていうふうに言われているので、1月は
いろんなことに挑戦してみてください。そうするとかなり、かなり速いスピードで願い事が叶っていったりします。はい、なので楽しみな1月になりそうですよ。そう、あなたにしか使えない魔法があるから、そう、それをね、見つけ出してって言って、それはちょっと苦手だなって思う、なんか結局自分の意識で、あ、私これ苦手だったかも、あ、これ嫌いだったかもって思っても、なんか例えばさ、見た目がちょっとさ、みたいな、私なんかウニ嫌いなんですよウニ苦手だって思ってたんですけど、いろんな、ね、方にね、お寿司屋さん、ちょっと高級なお寿司屋さんに連れてってもらった時に、ウニ、ちょっとグループディナーだったので、もうお任せで全部出てきて、言うの忘れちゃったんですよ、食べれないもので。みんなウニ大好きで、私以外みんなウニが大好きで、ちょっとね、場の空気を読みながらちょっとやっぱり食べたんですね。そしたらめちゃくちゃウニ美味しいって思ったんですよ。イクラも私超嫌いだったんですけど、そこのお寿司屋さんのイクラはもう本当に何度も臭みとかもないし、柚子の香りでなんか新鮮だから、プッチーンってこう広がって、いや私これ食べれるみたいな、昔前食べた時にあんまり美味しくなかったんですよ。それの印象が残っていて、でも意外と大人になってから食べたらめちゃくちゃ美味しいってなったんですよ。それです、私が言いたいのもちょっと伝わったかな。なんか苦手だって自分が思い込んでるものを、例えばね、子供の時に、私みたいにさ、子供みたいに、子供時代に苦手だったものが、いざ大人になってから挑戦したり食べてみたりすると、え、なんかこんなに美味しかったのって思う発見があるんですよ。なんかそういうことをこのカードから言われています。なのでちょっと苦手だなって思ってもちょっと試してみる、それで、あ、なんかやっぱり私苦手だなって再認識するのも全然ありだと思います。それでいいじゃんっていう感じでも、このカードから言われているのはそういうことにもトライしてくると、どん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 こうね、拡大していく、魚座さん自身が成長していくから、だからそれもね、龍神様はちょっと見たいっていう風に言っています。はい、なのでちょっと1月は自分を成長させる感じですね。はい、ちょっと楽しみです。なんかさ、苦手なことを克服したってこれコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。でね、ちょっとね、今月は今年からちょっとインスタとかYouTube でライブもちょっと考えているので、ぜひ気になる方は、ね、私のインスタをフォローもお願いします。そしてこちらまだ登録がされてない方はぜひ登録をして、一緒にライブコミュニケーションね、私取りたいなと思っていて、皆さんと、なのでぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。公開になってしまうかもしれないんです、公開ですけど、公開でね、占いしてもいいよっていう方とかがあったら、ぜひそこで行動でできるのでよろしくお願いします。そしてこれのカードが出ました。もう22ですよ。もう夢も叶うし、そうだから、これさっき言われたようにシンクロですよ。苦手なものの中にもあなたの得意があったりするよっていうこと。だから苦手なことの中にもあなたの得意が実は隠れてたり、あなたの魅力がすごく隠れてたりするよっていうふうにこのカードからも言われています。あなた自身がね、その魚田さん自身が今月1月すごく内側からね、輝き出すよっていうふうに言われています。なんかさ、これすごいでしょ。そう、あなたがその、ね、ちょっと苦手なことを認めたりとか、嫌いなことを認めたりすることで、より一段とあなたらしさがこう出てきてね、魚座さん自身が輝いていくよっていう、それはね、なんかこう表面だけじゃなくって内側から輝き出していく。なぜならそれはあなたが苦手だったこととか、苦手だなって思うことを認めたりとか克服したりすることで成長につながっていくからだよっていう、成長したから魅力がどんどん溢れてくるよっていうふうに言われています。魚座さんへのメッセージはこのようになりました。最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。とっても感謝しております。もし
この続きが気になる方はぜひ個人鑑定に遊びに来てください。よろしくお願いします。お会いできるのを楽しみにしております。そしてライブをやる際はぜひ皆さん参加してください。インスタもありますのでフォローをしていただけるととっても嬉しいです。そして個人鑑定は概要欄に LINE のリンク、LINE とリンクとタイムチケットのリンクがありますので、ぜひキャンペーン中にお申し込みください。よろしくお願いします。なんかね、日時が自分のリクエストがないんですけどっていう方は直接メッセージください。調節してあなたのために時間を入れますのでよろしくお願いします。では最後まで見てくださった上田さん、ありがとうございます。上田さんにとってとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。いってらっしゃい、ハバがいってらっしゃい、ハブワンダフォーデイ、ビーハッピー、じゃあね、バイバーイ。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。じゃあね、またね、バイバーイ。